続いて有吉タレント名鑑です。はい、芸能人のプロフィールも日々変わっていくということで、この番組で最新のタレント名鑑を作っています。今週はチーから始まる芸能人です。はい、チー。ラジオネーム需要もないのに勝手に供給。はい、千代の富士いつやるのという問いに対して体力の限界と言い残しやろうともしないクズ。ウルフに何てこと言うんだよ。やりきったでしょ。めちゃめちゃありましたよね。ラジオネームラッパーザキバチョフ。長州力、長州リキーランドを経営する支配人。敷地内に入ろうとすると、またぐなよまたぐなよと言ってきて、言ってきたら入れの合図なので、敷地内に入るとハンセンがラリアットをしてくるアトラクション。マスクをかぶった男が平田かどうか藤波辰巳と競争して見極めるアトラクション、腰長四郎のお尻を永遠と見続けるアトラクションなどがある。チケットの値段は20万円とクソ高いので誰も行かず6月閉園予定だ。何がしたいんだ。ちょっと行ってみたいです。ラジオネーム不要義務。はい、チャーリー浜、うん、ごめんくさいというボケ一本で飯を食っている綱渡り芸人。また結婚した女性に4度も捨てられた経験を持ち、木村雄一と共に区役所のブラックリストに載っている。怖い怖い。ラジオネーム他力本願寺の子。はい、千葉真一、おでこに青筋立てながらはっふーと息を吐き続けるのはいいのだが、息を吸うことは忘れてしまい、たびたび酸欠で失神するロングブレスダイエットの使い方。74歳ぐらいなんつってたけど、この前有吉反省会とか見たんだけどさ、おっかなかった。74歳なのに健活予想だった。生き物として強いですね。強い感じする。生命力がね。お前シシドジョーさん会った時も80近いけど健活予想だったしさ、恐ろしいな。恐ろしい。なんかジジイって意外と今の倍ぐらいですよ、年。そうよ。それで あの喧嘩の強い感じ出してくるって相当だぜ。あ、本当にやったら俺も負けはしないけどな。いやいやいや、子供じゃないんだよ。いいでしょ別に喧嘩で負けたって。芽ネギ食べてるよ最近も。ちょっと長い距離から足をボッバッボーでボッバッボーで戦い方は普通に組み合ってやるやつでしょ喧嘩って。誰が獅子の京都の喧嘩の仕方聞きたい。ただ一瞬バーンとお腹に。いいよもう次行きなさいよ。ラジオネーム不要義務。チェッカーズ、ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれ、盗んだバイクで走り出し、大音量の不愉快な騒音を流し、30でみっともない仲違いをし解散した暴走族風コント集団。俺がここに恩があることは知らないのかな。あ、そうだ。あの大ヒット曲はね。あ、関係ないです。そんね。ラジオのでかいカマキリ、チーズカレー山村。いつもチーズカレーを食べている僕の考えたタレント。仕事が終わるとお疲れチーズカレーということでおなじみ。本当に好きな食べ物は春巻き。困るんですよこれ。自分で考えたタレントさん入ってきちゃうと、あれすごい。いや誰かなと思ったんですよ。そうですよね。なと思ったんですけど、早くあのワンオンウンのウンぐらいまで済ませてこのコーナー早くやめたいから、チーズカレー山村とか入ってきちゃうとまたややこしくなっちゃうから。一瞬ビクッとしたな。ラジオネーム町内会のドブネズミ、長宗我部元親。名前が長いため周りから100通りのあだ名で呼ばれていた人気者。呼ばれていたあだ名をランキングすると、3位は元親、2位は長宗我部著祖壁、1位は壁庵となっていて、名前を呼ぶ際は壁庵と呼んであげると本人も喜び、すぐに飲みに連れて行ってくれる。本人に連れてってくれるんだ。あの信長の野望とかあるじゃん、ゲーム光栄の、信長の野望とかやるときさ、俺長宗我部元親でやるの大体。へえ。あ、とりあえず端っこの方だからさ、綺麗に埋めていきたい。綺麗に埋めていきたい。で九州、まあだから九州の方でも大友家みたいなところでもいいんだけど、どこお前吉川だったら誰。僕全然あの電車でこうとかしかやってない。やんない。シミュレーション。好きな部長誰。部長ですか。まあ豊臣秀吉。
ぽいな、お前そんな顔するわ、そんな顔してるわ。あ、そうですか。豊臣秀吉、伊達政宗かっこいい。あの眼帯みたいなもんかっこいい。ビジュアルが、ダメだ。伊達政宗なんかで信長の野望をやるとダメだぞ、ほんと強いやついっぱいいるから。あ、向こうの方から来る。そうだよ、武田とか上杉がいると近いからやられちゃうぞすぐ。でも伊達政宗も強いでしょ。長宗我部よ、四国全部、四国4カ国統一した時の喜びってはないよ。あ、四国、うん、いや、じゃあプレイする時やっぱちょっと武将をビジュアルで選ぶのってさ、なんか、うん、あの歴史女子、歴女だっけ、うん、ブスな、うん、ブスな歴女みたいに嫌だな、感覚として。真田幸村人気あるでしょ、だから。そうだから、その歴女に、ね、あんなにかっこよくないんだよ、だって本当は。本当になんか顔も全然違うとか言うんですよ。違うな、いつもなんて。伊達政宗なんて多分あれだぞ、本当はあのサンドイッチマンの伊達ちゃんみたいな感じだぞ。いやいや、いやいや、どうせそうだよ。だって仙台の方でだって伊達ちゃんっつったら、もう仙台の方で伊達ちゃんっつったら、伊達ちゃんそれ伊達政宗の血引いてんだろ。まあ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 、でもまあまあまあ、いやだから多分伊達ちゃんみたいな、かっこいいでしょ。そこそこ、じゃあやめようかな。伊達、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 伊達ちゃんです。それは言ってないでしょ、殿っつって。当時から言ったんですか。そんな歴史ある客じゃないわ、あれ。一子相伝の客みたいになってた。富澤みたいな部下にさ、殿って言われて。時空が歪んじゃってるもん。もう何言ってるか分かんないって。ラジオネームブキャナン、はい、チンギスハン、弓や乗馬が得意なモンゴルの皇帝、うん、趣味は侵略からの自国の拡大。息子に皇帝の座を譲ってからは朝青龍と名前を変え、サッカーに励む毎日である。あれ、そう、チンギスハンだったのか、あれ。はい、以上です。